はい、野坂岩でございます。では、ゴーストウェア東京、引き続きやっていきましょう。今回は、メインミッションですね。死の迷路、陰りへ展望台を目指すと。まあ、光へなんですけどね。すごいな、この高さ。まあ、前回ちょっとね、口裂けの姉子にちょっとやられて落ちちゃいましたけど、今回はね、なんとか落ちないように前線していければと思います。よし。じゃあ行きましょうか。これどう行ったらいいんだろう。多分入れないんだよな。ワンワン。天狗さん、もう敵いましたかね、いましたかね。もう早速これ何見てんの。ご覚悟。もうなんかいっぱいいそう。ん？こっちでいいのか？あ、こっちだね。あ、ここに公衆電話がある。これ多分入れないね。もうすべてがマックス。なんだろう、緑茶。ん？いる？あ、いない。あ、東京タワーが見えますね。うわ、すごっ。まだここら辺はなんか霧に囲まれてるんよね。もう多分あそこに。まだ上か。いやー、もう出るでしょう。いる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 。え、バレた？バレた？
ああもうダメだ。捕獲を。捕獲後。うわあ、こういうとこいるなあ。うわ、まだいた。捕獲後。これが高いとこいるのね。ずるいわ。お覚悟。よし。よし。ひとまずこれで安心だな。うわー、これなんかおどろおどろしいな。これなんだろう。わあ、これ多分こちら側から破壊できないパターン。お覚悟。そこに何かあるぞ。なんだ？あ、ジューズ。インベントリー画面でジューズタブを開放しました。取得したジューズを装備してみましょう。ジューズ。風の属性攻撃力が 20% アップ。あ、すごいね。あれ、こっちって。ああ、もう奥に進むしかないんだね。よし、町を調べてみよう。双眼鏡がある。あれで見てみるか。あ、本当だ。双眼鏡がある。よし、見てみよう。見る。あいつ、さっき見失ったやつだ。あ、本当だ。あ、地下に行く？
地下に降りていったな。そこに奴らの拠点があるのかも。何回も逃がしてたまるかよ。おうぞ。え、いきなり地下に行くの？マジっすか。え、これも降りろってやつ？え、降りれ、あ、降りれる降りれる。あれどこだっけ。またここに来ちゃったな。もう用はない、行くぞ。うん、ちょっとエーテルを回収させて。わ、暗いな。あ、BS アンテナに尻尾が生えてる。あ、見つけた。親分の居所は分かるまで隠れていたけど、暇だから空を見上げて宇宙人と交信してみようと思ったの。細かいな。彼らはどこにいるんだろう。帰りな。え、帰るんじゃないの？あれ？あ、これなんか出そうだ。あ、ここにいたか。そうか、ドッグフードの方がいいか。まあごめん、ドッグフードないわ。また買っとくね。うわ、ここはあの喫煙所やん。あれ、まだ喫煙所ってあるんだっけ。うわ、懐かしい。すごい再現性。
あれ、ここら辺にうなぎがなかったっけな。あそこのうなぎはうまいんすよね。また訳あり不動産。多分ここら辺に、ね、うなぎ屋が。行ってみますか。これなんか出るんだろうな、間違いなく。ここありますやん。とりあえず探索したくなる。ん？仕事のメモ。これかな。向こうか。あれ？どこだ？こっちか。ちょっと待ってね。また痕跡が消えた。このまま進むぞ。何かあるはずだ。いやいや、あそこでぴょん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 跳ねてはりますやん。ドーン。行った？預けとこうかな。
よし。あ、もう2万体。2万体集めましたね。地味だ。え、暗いんですけど。ん？うわ、いた。びっくりした、今の。忌々しい奴らだぞ。びっくりしたわ。人はいねえが、化け物はいるみたいだな。そんなところばっかりだな。ドーン。ドーン。ドーン。ん？出た？新しい技教えてやろうか。今の状態ならちょっと懐かしいね。これターボ学生事件、 KK の報告書、高速道路上で起こった事件について書かれている。なんか猫の声がする。あれ？なんだこれ？招き猫？出た。招き猫。みりんビール、みりんビール、わあ声する、声が聞こえる。お覚悟。いけた？
なんか声がする。何回、あー、びっくりした。お前トイレに来んなよ、トイレに。びっくりしたわ。地道にやるしかねえな。びっくりした。あんな狭いとこ入ってこないでくださいな。あれ？これって妖怪根付け提灯お化け、いや、なんかよくわからない。え、これどこ行くの？あ、え、入れってこと？もう入ってるけど。地下鉄の中を歩いたのは初めてだよ。俺は仕事で何度かあるぜ。国の番犬ってやつか。そっちじゃないな、化け物退治の方だよ。え、どっち？え、こっち？こんなとこでおにぎり。いやな、このうわ。妙な現象が。歓迎されてんだと思え。もう少しおとなしい歓迎がありがたいよ。こっちでいいのかな？ん？あ、こうか。うわー、なんかここ嫌な感じがする。ファイル178、ある科学者が残した音声データ、娘について語られている。なんだ、うわー、ここなんか嫌な、いい、むっちゃくちゃ嫌な感じ。え？なんか傘が飛んでる。これは何ですか？うわー、ここなんか。地下にこんなところがあったんだな。誰も気づかなかったのか。ああ、この東京で誰にも知られず地下でうごめいていたんだ。化け物そのものだな。これ絶対なんか出るよね。
うわー、これ絶対絶対これ後からこうやって逃げるんだ、これ。まあいいとこで、これから多分時間かかりそうなんで、一旦ここで終了したいと思います。はい、どうもご視聴ありがとうございました。野坂岩でした。